危ないよ、あ、危ない危ない、やめろやめろ、この包丁で削ぎ落としていく。よっしゃ、大量の蜂が出てきた。うら、うわあ、いっぱいおる。あれ、黄色スズメバチの巣だな。かなり出入りが激しいです。アストラで取ってきたような蜂の巣注意の張り紙がありますね。今回はね、この張り紙をした自治体からの依頼で、ヒロポンさんのつてでね、行っていきますわ。蜂の巣を取った蜂の巣はね、もう好きにしていいっていうことなんで、このコンクリの建物のひさしのところから巣が垂れ下がってついてますね。外壁が壁にくっついてないんで、まあ比較的取りやすいかなって。危ないぞお前、危ない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 、近づきすぎると威嚇しに来るからね。うわー、すごいぞこの数、出入り激しすぎやへん。さすがにちょっとえれえぞ。あれはもう食べよう、取ってバラして中の蜂の子山分けしようぜ。暗くなったら取りに来ましょうね。明るい時に取るのはね、やめといた方がいいですよ皆さん。クソ危ないんでね、外から帰ってくる蜂がね刺しに来るんで、夜にやった方がいいですね。夜はほとんどの蜂が巣に帰ってきて休みモードになってるんでね、ここを襲ったら飛び立つ蜂少なくてリスク少なくやれるんでね。まだ拡張しとるよ、ほら。敷を噛み砕いて唾と混ぜたものを薄く塗り広げて巣の壁を作ってるんですよ。外になんか少しずつ被せてく感じで巣を拡張するんですね。見た感じあそこからしか出入りしてないっぽいんで、あそこになんか詰めて他の蜂出られんくしてやればいいのね。今ここら辺におった。さっきお前が防護服着てさ、サムネ撮るっつってさ、刺激するもんやんか、こっちまで来るようになったかな。警戒範囲広がっとるよ。しかもサンダルでお前箸に来られたら終わるぞ。やってってきて蜂さんが元気になってきた。あっとれよ、夜になったら取ったるからな。その袋はこれであいつらを一網打尽にするって寸法よ。入りそうだべ、入りそうだべ、あれ入るよ、危ないべ。このように切れ込みを入れたところからと折り返して、この中に紐を通します。この状態でこの状態で紐を絞るとくっ、この袋を巣にかぶせて一応絞ることによって隙間からハチさんが出てくるのを防ぐんですね。なるほど、よくできてる。これで準備は万端よ。暗くなるまで暇なんでね、周りの生物観察でもしましょう。だとこれ別の巣があるよ。あらあら、バリバリ現役じゃん。高すぎて取れないですね、あれ。まあ高すぎて取れんってことは無害やから、ほっといていいだろあんなの。このジップロックに入ったものは僕の胃の中に入ります。コクチキムシですね。これ臭いから食べん方がいいで。こんなところにアリの巣があるぞ。がでかでか、殿様バッタじゃんこれ。これはでかいっすね。あ、うまそう。うんこ出させてから食べた方がいいですよ。うん、あ、生きとる、元気がないね。セミファイナルが近いな。じゃあ食べるか。よっしゃ、捕まえた。でかいでかいでかい、捕まえたぞ。食料でか、食料、ほら、あ、ヤマトアシナガバチっぽいね。この中に巣あるんじゃん、もしかして。マジっすか。あ、本当だ、出入りしてる。ね、ベンチの中が空洞で、その中に巣作ってるんですわ。巣ができて穴が開いてて、その穴の中から空洞に侵入して巣を作ったようです。あ、オスバチおるやん、よく見たら。危ない、出されんからオスだ。蜂の針って産卵管なので巣にしかないんですよ。これ振動与えたらヤバいんちゃう。やってみようか。襲ってこない。ちょっとびっくりさせただけやったな。かわいそうなことをしたな。暗くなりましたね。蜂の巣の様子を見ようかな。スズメバチっていうのはね、一部を除いて基本的に昼間活動します。で、夜はね巣に戻ってきてお休みしてます。多分今おねんねしてますね。さあどうかな。巣の表面におるね。やはり出入りはなくなってますね。皆さんおねんねしてます。寝込みを今から襲います。今回は殺虫剤を使わずに物理の力だけで取っていきます。殺虫剤使っちゃうと石の餌にできないんですよね。結局ね、力こそパワーなんで、力で解決していきましょう。ちょ、準備するわ。ヘルメットに改造を加えました。まずライトですね。暗いのでライトが必要になります。ヘッドライトはちょっとこのヘルメットにつけづらいし、正面を GoPro で遮ってしまうので、ちょっとずらして懐中電灯をつけました。そして正面には GoPro ですね。 GoPro これずっと長回しにしておきます。これをね、ゴリラテープというテープで留めてます。これは別に案件でも何でもないんですけど、ゴリテおすすめですよ。ゴリテ粘着力めちゃ強いんで、これがスズメバチ防護服おーちゃんカスタムでございます。強そう。特殊部隊でも通用するレベルの装備ですよ。車がある方向とは逆の方向にこの投光器を設置します。スズメバチというのは明かりに飛んでいく習性がありますので、もしスズメバチが作業中に飛んじゃっても、で投光器で光を当てといたら、一応光の方にスズメバチ行きますから、車の方にはあまり蜂が来ないと、こっちに蜂さんを行くように誘導します。防護服着て包丁持って立ってたら怪しい人ですよね。よし、じゃあ塞ぐか。へえ、いい感じ。はい、塞ぎました。じゃあガバーかぶせます。だよ、閉めますよ。あ、後ろまでちゃんと回ってない。よしよし、はいはい、回ってます。うん、回った。閉めてくれ、ゆっくりゆっくり、ギュー閉めて。あ、いいいい感じ、いい感じ。お、いいぞいいぞ、めっちゃいい。最高ですか。めっちゃいい。よっしゃ、じゃあこの包丁で削ぎ落としていく。お、蜂が隙間を縫って出てきた。マジか。あ、ティッシュを噛みちぎっている。マジか、危ない。黄色スズメバチは顎の下に。あ、まずこっちから行った方がいいな、奥の高いところから。
蜂がどんどん出てきましたね。危ない。これじゃ無理だな。でもぎとるしかねえな。あ、一匹外へ出とる。飛び立ったやつあれ一匹だけやな。手で一番、じゃあいつでも締められるような準備をして。もうやっぱ力こそパワーやって。行きますよ。おっしゃ、おっしゃ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 。行った。取れた。よしよしよし。二匹だけ逃げたの。やった。めっちゃうまくいったじゃないですか、ヒロポンさん。秒殺でしたね。やった。川の裂け目から大量の蜂が出てきた。これ今開いたエレイことや。これね、簡単に食い破られるんで、ちょっと二重にして。その巾着締めて二重袋にしましょう。で、冷やそう。もう瞬殺でしたね、結局。ちょっと包丁はきつかったけども。やっぱね、もう包丁じゃなくて手よ。拳よ。さすが俺らやな。ここらのプロより。だいぶ手際よくいけましたね。これだね。蜂の巣取るとなんか出るな。出ちゃいけない汁が。ね、脳汁が。いや、出るな。俺の場合は蜂毒アレルギーやもんね。刺されたらやべえから、このスリルで余計にね、アドレナリンがバーッと。今日もエピペン持ってますもんね。もちろん持ってます、エピペンは。もし万一刺された時は、これを筋肉にパン打って、病院行きです。ね、ガチで死にかけたからね。この後、黄色スズメバチ3回ぐらい刺されたけど、その時はなんともなかったな。あ、かゆかったか。蜂さんたちが荒ぶって、全然落ち着いてくれないんで、一晩冷やします。一晩置いておとなしくなったかな。危ない！あめっちゃおとなしいんじゃないこれこれは飛び立てる状態ではないね。さあこの蜂さんたちを1匹ずつ丁寧に取り除いていきます。氷水につけて冷やして動けなくしときます。飛ばれたら困るんでね。あ、余裕余裕余裕ですか。マジ余裕か。素手でいけるな。かき揚げですかこれは。かき揚げですかね。どんどん蜂が溜まっていっております。よちおるよ。うわうわやばい。眉できとるできとる。めっちゃ食料いるじゃん。色薄い。浮かしたてだな。はどろっこしいから出しちまおうか。うわうわやばい。表面ついとる。危ない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 。こういうの復活してきたら危ないから。わらじ虫がついとる。わらじ虫生きとるじゃん。よし逃がしてあげよう。これはやばい。ほらほらほら。皮の隙間にめっちゃ蜂たまっと。危ない危ない危ない。シリですよこれ。川の隙間とかに潜り込んでたりするんでちゃんとチェックしましょう。まあ、素手でやらん方がいいんかめんどくせえからな。この子栄草女王だわ。ツルツルですよね。なんかテカってますよね。働き蜂に舐められまくって手が全部擦り切れて抜けちゃってテカテカになってるんですよね。この子がこの巣を創始したママです。ビッグママね。蜂さんたちみんなこのママの娘。いきますよ。お、危ない。危ない。うわ、巣板の下におるんじゃない。うわ、おった。巣板の隙間にもね世話係の蜂さんがこうやって隠れてるんで頭隠して死にかく。前目ハロポンさんハサミないから包丁でやっても知らないから。そう気をつけて危ないよ。ケチ吹っ込んだら中にハチョって刺されたりするからね。包丁ポンポン叩きつけて叩き切ったらいいんじゃない。ほらほらほら。そう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 。柱硬いね。うら。おいいじゃん。チノスを捌くのが上手くなってますねヒロポンさん。まあもう何十個と取ってますからね。外せ。うわいっぱいおる。やば。この子たちは比較的若い個体なんですよ。若いもんはまずこの巣の途中の世話から見習いでやるんですよ。先短い子たちが危険な外での任務をこなすというわけ。蜂の世界はね、老人をこき使うんでね。8月ぐらいになってくると、外で働いてる働き蜂っていうのは、まあ大体ババってことですよ。もう皮の隙間に潜んでたりするんでね、外皮にね、無数の隙間があるんで、その隙間に蜂が潜り込んでいないか確認しながら崩していきます。一匹でも見逃すと危ないか。なんかおった？あれですわ。びっくりした。羽音に敏感になっとるな。一匹落ちとる。危な。危ない。その隙間とかさ、外皮の隙間とか潜っとるかもしれない。まあ、握って刺されなかったら大丈夫です。うん、大丈夫。一匹落ちとったヒロポンさん。危な。あ、手でいけそう。うわっ。うわっ。いっぱいおる。敗退終了しました。この巣は巣番が1、2、3、4。あ、5層目ができかけとる。新しい巣番もカウントすると5層ありました。大きい巣番は4層ですね。新たな蜂さんが今生まれて出てこようとしてます。分の巣が滅びたことも知らずにこの蜂さんも食料になってしまいます。かわいそうですね。いやーめっちゃ蜂が溜まっとる。氷水でキンキンに冷やされて動けなくなってます。やばい、結構復活してきた。うわ、これがより分けた蜂さんたちです。復活してブンブンしてるやつもいます。うわー待って、えぐ。食料たちが荒ぶってる。かき揚げたちが運命に抗おうとしてますね。宇宙ちゃんたちプニプニして可愛いでちゅね。よく耳を澄ませるとカリッカリッって音が聞こえるんです。は幼虫ちゃんたちがこの育房の壁をひっかいて音出しておねだりしてるんです。餌くれっつってね。赤すいてるようですね。この子たちはもう餌もらえません。特にこの子たちが食べられてしまいます。かわいそうですね。力糸が出てきてますね。スズメバチの幼虫は十分に成長すると糸を吐いて巣の入り口を塞いでしまって繭を作るんです。その中でさなぎになります。では調理していきますわ。あ、カマキリが変色してきた。バッタも加熱すると赤みが出るんだよ。バッタのうんこも舐められております。バッタのうんこが出てるってことはバッタの中には余分なものがないってこと。
まんま炒めていきます。あーあーいいね、このスポスポ抜くの気持ちいいよな。僕的にね、ハチノコのおすすめの食べ方はね、あの素ごと蒸しちゃうか、もしくはねこうやって炒めちゃうのが一番美味しいですね。あー美味しそう。カマキリをこの辺に添えて。なるほど、映えを意識してるんですね。彩り添えたいな。グリーン欲しいよな。あーいいね、笹は和食っぽい。ちょっと花どう？豆の花、ね、おおこれいいっすね。組の技が光りますね。あよくないですか、いいね。これタイトルは夏の終わりだな。あったが大きくなり、カマキリが成虫になり、セミが死んでいく夏の終わりじゃないですか。ハチノコから、ハチノコいいっすね。はい、じゃあ食べてみてください。ハチノコいただきます。あ、うまっ。ハチノコはね、炒めるだけで美味しいから。俺もちょっとハチノコいただきますわ。あ、うまい。これ美味しそう。あー、まろやか。俺たちが殺めたハチの成虫を食べましょう。いただきます。うん、あ、幼虫と一緒に食べた方がいい。サクサク感と幼虫まろやかさを合わせたらちょうどいい感じ。だって病院の待合室の匂いがします、ね、ああする。多分これ毒の匂いよ。まあ今回はもうそのまんまね、そのまんま仕事行っちゃいますから。いただきます。いただきます。あ、うまっ。全然うまいやん。美味しいね。いけますね、これ。この黄色いの筋肉かな。セミいきます。長子がネグマいきますか。美味しそうだね、クモ。美味しそうですね、クモはね。ジョログモみたいな味かな。どうですか。あ、ジョログモだ。アメっぽい。アメっぽいです。あ、一回行ってみます。タイでは一般的な食料です。コオロギに非常に近いですけど、コオロギよりジューシーですね。うんこ食べる。マジで。俺もちょっと食べてみよう。たぶんこ、カイコの糞みたいな感じで。うまいんかや。食物繊維だな、これ。味せんがや。人間としてのプライド大事やな。カマキリ。環境部を持って、もう、しゃぶりついてください。酢だからね、ちょっと空洞ですね。うまみが少ないですか。やっぱメスですか、カマキリは。ヒロポンさんが食用にする分の巣を剥きました。行くぜ。うわ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 、危ない。うわこぼれたこぼれた。一匹つまみ食い。あ、色ついた直後ぐらいが一番うまいかも。あ、でもなんかちょっと苦味が。毒できとんじゃない。あ、毒できてる。うん、目に色ついたらもう毒できとるわ。作業しとったニホントカゲのバブタンおった。かわいいでちゅ。このちっちゃい巣板にいる幼虫ちゃんとサナギちゃんは飼ってみましょう。おい、巣にいたハチはヒロポンさんがかき揚げにすると言ってたんですけれども、少し分けてもらってきました。巣のお世話はこの子たちにやってもらいます。ほら、入れ入れ。頼んだでお前ら、一回面倒見たってや。さっきまで冷やしてたんでまだおとなしいですけど、これから室温でどんどん体が温まって復活してくるんで。あ、ふたふたふた、閉めときましょう。危険ですからね。餃子の食料として昆虫ゼリー入れときます。危ない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 。うわー怒っとる。あー切れとる切れとる。うわ、だいぶ復活してきとるだ。ハチ毒アレルギーなので、この子たちに刺されないように気をつけながら飼育していきます。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバーイ。